いいかい？俺の。被害者は怯えて話もできねえみてえだ。だから今日は目撃者にも話を聞きに行く。それ誰のせいよ。特待生とバンダナは俺に同行。お前は寮に残ってパソコンの解析を進めろ。はあ？なんで俺だけ？バンダナの謹慎を解く。こいつにも現場の動きを指導する。いやいや、あんなやり方指導してどうすんだよ。ああ、俺ここに残ってもいいっすか？あ？こいつほっとくと何すっかわかんねえし、俺よりよっぽど監視が必要だって昨日一緒にいて御堂先輩も思わね。は？ついでにこいつと話あるんで、何かあったら必ず連絡するっす。分かった。特待生は俺と来い。翔ちゃん、何様なのマジで。いいから残んぞ。で、話って何？昨日あれから考えたんだけどよ、やっぱお前副寮長なんのやめとけ、向いてねえよ。話ってそんなこと？自分の方が向いてるって言いたいわけ？寮長一人で十分回ってんだろ。俺らがわざわざやる必要ねえっつってんの。あのね、俺か翔ちゃん、どの道どっちかが副寮長やらなきゃなの。ああ、なんだそれ。十中八九この任務の結果でどっちが副寮長に向いてるか見てんだよ。考えてみればどの寮もグールが寮長と副寮長やってるじゃん。マジかよ、だるすぎんだろ。でもさ、副寮長になったら権限が増えて今より制約とか減るわけでしょ。他のグールにも舐められないし、大した仕事もなさそうだし、悪くないよね。じゃ、俺がなるわ。はあ？何なの？結局自分の方が向いてるってことかよ。そりゃそうだろう。第一、自由になるためっつうなら俺がなったって一緒じゃねえか。わかった。じゃあさ、いつも通り賭けにしよう。お前はまたグダグダ言うだけで本気じゃないわけ？最近つまんないよね、君。ああ乗りゃいいんだろ。で、何をかけんだ？負けた方が新副寮長様の奴隷になる。絶対嫌だ。一週間でいいよ。翔ちゃん、やっぱ自信ない感じ？はあ？何言ってんだ？てめえに俺の靴の裏、舐めさせてやるよ。
まずは被害者を当たる。次に目撃者だ。亡霊を見ちまったせいか、被害者たちは常にビビってやがる。こっちは殺のなりだが、それでも口を割らねえ奴がほとんどだ。特待生、殺の真似事はできるか？それでいい。試しにやってみろ。時間がねえんだ。手短に話すぜ。喫煙所から出たら目の前に現れたんだよ。驚いて叫んだら亡霊は消えちまったが。逃げるのに必死だってば。結局タケルは何もしてこなかったんだけど、あのニヤニヤした顔気味悪くてさ。モチス、俺そっち系好きなんで。まさか墓参りで会えると思わなかったっす。なぜかうちの墓の前に男が立ってたんで声かけたんすよ。そしたらタケルで、逆に嫌がられたっつうか、うわみたいな、めんどくさそうな顔して消えちゃったんす。上出来だ。次は三鷹まで行く。じゃあ現場が一箇所で収まるとは限らない。タケルみてえに神出鬼没な相手なら追っかけ回して言い分を探る必要がある。学園はバカじゃねえよ。報告は義務付けられてるが、こっちの動きは大抵把握してやがる。だが、どんなに追っかけ回しても筋が通らねえんだよ、今回の事件は。
でもさ、あのモブ女超邪魔なんだけど。モブ女ってあいつのことか。うざ、いつから名前呼ぶ関係になったの。そんなんじゃねえよ。あいつの能力さ、マジだったわ。能力？触るとスティグマが強くなるってやつ。ああ、もう試したのかよ。当たり前でしょ、使えるもんは使わないと。でもさ、それだけじゃん。いちいち任務について回られるのうざいんだよね。はあ？お前まだあいつと一緒に任務行ったことねえじゃんか。俺じゃなくて寮長様にだよ。なんだよそれ。別にいいだろう、触るだけで強くなれんなら便利だしよ。よくないよ、あの女いたら俺らの出番ないじゃん。今日みたいに。ほら。いや、俺はもともと行く予定だったし。ねえ、翔ちゃん。あ？次、あのモブ女に仕掛けようよ。おいおい、マジかよ。相手はパンピーだぜ。関係ないよ。あいつだって、グールなんかのためにこんなところで命かけ続けたくないでしょ？ね？お前、ほんと悪魔だよな。うん、よく言われる。